2023年の開業を目指すインド初の高速鉄道、日本の新幹線方式が採用されることが決定しています。アーメダバードとムンバイ間約505キロを、これまでの4分の1となる2時間7分で結ぶ計画。運転や保守点検などに携わる専門人材の育成事業を支援していくことも決まっています。地元の人々の声と新幹線を手に入れることになるインドに対して、お祝いや羨望の声が世界各国から寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。羨ましい。日本産、イギリスにも新幹線を建設してくれないか。日本の支援で世界最速の鉄道をゲットできるんだ。インドはめちゃくちゃラッキーだよな。日本の鉄道なんてまだ俺の国じゃ夢のまた夢だけど、いつかこっちでも走る姿が見たい。なんでインドが日本に協力してもらえるんだ。 GDP はロシアよりもインドの方が上なのに、今からたった6年後にはできちゃうってことか。インドネシアにはいつ日本の鉄道が走るんだろう。もう中国製の高速鉄道に決まっちゃったじゃん。俺がインド人に言えることはただ一つ、高速鉄道を建設するにあたって君たちは正しいパートナーを選んだってことだ。そう、俺たちはどこの国が一番なのかを知っている。だって単純に日本のテクノロジーは世界一だもん。イスタンブールの海峡横断地下鉄って日本の協力で作られたんじゃなかったっけ。日本は世界をより良い場所にしてくれる国。お願いだから他の国も日本を見習ってください。俺の国でも日本の鉄道が走るなんてことになったらめちゃくちゃテンション上がると思うわ。私たちにできるのは夢を見ることだけ。インドは日本製を選んだか。よし、フィリピンもインドに続くんだ。日本の高速鉄道が安全なのは、高い規律を持つ日本人がメンテナンスと運営をしてるからなんだよね。日本のサポートでインドに新幹線だって、今まで8時間かかっていた500キロの距離がたった2時間で結ばれるなんてすごいよね。賢い人たちが屋根の上に乗らないことを願ってるよ。日本の鉄道は清潔で手入れが行き届いてた。公衆トイレやカフェ代わりにしちゃう人もいないし、多分屋根の上ですら安全だと思うよ。インドは日本製を選んだんだね。俺の国？もうすでに希望なんかないさ。日本の新幹線が自分の国に来るってなった時に反対する人なんかいるわけないよな。俺たちだって日本製高速鉄道の夢くらい見てもいいだろ。メキシコも公共交通機関を改善していかないと。最先端で間違いが起きようもなくて環境にも優しい。日本の鉄道はいいところばかりだね。インドのみんなおめでとう。日本の高速鉄道がこの国を走ってる姿を俺は生きてるうちに見ることができるんだろうか。高速鉄道は日本に任せようってことを俺は前から提唱してきた。自分たちで作るより世界の最先端にいる人たちに任せた方が普通に考えてやっぱり合理的だもん。東京と京都をつなぐのぞみ新幹線と同じなの？もしのぞみより安く乗れるなら超最高じゃん。日本がイギリスでも協力してくれたら言うことないのに。俺たちは日本に頼むべきなんだ。でもアホだから全線開通するまで何十年もかかってしまう標準以下の高速鉄道を作ることを決定してしまった。これで謎が解けた。日本の鉄道が来るからインドは汚い中古の電車を私たちに売ってくれたんだ。開業に向けたスピード感がすごいね。こっちはドイツから
中古の車両を60両買ってから10年も経つのに、未だに走り始めてないっていうのに。日本にお願い。俺の国にも高速鉄道を作ってくれ。頼む。日本の高速鉄道を必要としてるのはインドだけじゃない。カナダにも必要なんだよ。インドのみんな、日本製に乗ることができてよかったね。計画倒れになってないことを知れてよかった。サポートする相手にインドを選んでくれたことを日本政府に感謝します。今僕は日本企業で働いているからわかるんだけど、日本人は何かを決断するまでは慎重なんだけど、一度決断すれば絶対に後ろを振り向かない人たちなんだ。日本の技術は人生をより豊かなものにしてくれる。日本の高速鉄道にお願い。いつか僕の国でも走ってね。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。この動画がお気に召していただけたなら、チャンネル登録、いいね、あとご意見ご感想などいただけると動画作成の励みになります。次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼いたします。バイバイ。